3、2、1、こんばんは。イエーイ。いつもこのこんばんはの後に見つめ合うのやめようよ。どっちが行くんやみたいな。どっちが行くんや。そうの、その目の間なんだよ。なんかすごい目力ですよ。お互い。ということで、はい、あのさっき言ったあの Spotify、 ちょっとさ、私のさ、うん、あの Spotify の、はい、あ、そうそう、ポッドキャスターってやつなんだけどね。でこれでコメントが残せるわけよ。来てたよ、このコメント。何個か読んであげるね、面白いから。え、マジで、うん、うわ、嬉しい。それって書いた人は書いたの見れるの？見れるよ。 OK、 じゃあカホちゃんが探している間に皆さん、私がこの間舌をものすごく噛んだという話をしようと思って、かぶせてくんだよ。何の話？え、舌をめっちゃ噛んだっていう話をしようと思って。あ、いいよ、じゃあして1回。え、1回だけね。じゃあ1回だけして。あのさ、舌噛んだことありますか？なんかさ、プリズンにいる自殺願望者じゃねえか。もうさ、例えがいつもオタクすぎんだよね、かほちゃんの。もうそれがたまんねえんだけど。あの、なんかさ、自分がなんか食っててさ、自分の歯が自分の舌を飯だと勘違いして噛むっていうことないですか？あるよ。あるでしょ。あれってでも何なの？だってさ、毎日食ってんよ。毎日何回として食べてんのに、なぜだか分からんけど頭の中のでなんかエラーが反応して、そう、頭がもう分かんなくなっちゃうでしょ。頭がバカになって歯が舌を食べ物だと思って噛むっていう。怖。しかもこの間そのさ、そのパターンでさ、ものすごく噛んだわけ。あのさ、ちょっと軽い噛みじゃなくって結構がっつり噛んだ。痛いもん。結構痛いやつ。うん、ちょっとか本当にカット結構できた。カット切れた。切った。うん、うわ、すごい痛いやつだからさ、なんかなんでなんだろうなと思って。腹めっちゃ空いてたっていうのもあるんだけど。あ、めっちゃ汗で食べてたんじゃない？急ぎかな。うん、あと喋りながら食べてたりするとたまにかまる。あー、そうだね。もう完全に頭の中で喋ってんだか食べてんだか分かんなくなっちゃう。舌とさ、その歯の関係性、もうちょっとこうなんかさ、もうちょっと上がっちゃってもいいよね、レベル。このすぐ隣同士なのにね。でしょ。だからこそもっとこうお互いをコミュニケーションしてほしい。分かり合ってほしいよね、そこはね。そうね、っていう話でございました。はい、どうぞコメント。ね、お、ほんとだー。見れるの見て。やばー、Spotify にすぐ出てる。以前 YouTube のコメント催促したもの、すいません、いつも私が遅れてるんです。そう、 Spotify でこれからも応援していますとか。あ、いいね。私これ、この質問大好き。いやお二人の食べ物トーク大好きです。簡単で美味しいレシピの紹介をしてくれたら嬉しいです。あと、何のパスタが一番好きですか？小学3年生みたいに可愛い。何のパスタ好き？フラットなやつ。答えが OL。 なんて言うんだっけ、フラットなやつ。あ、フラプチーネじゃなくて、のちげーわ。うどんじゃねえんだよ。うどんの話してね。パスタ、フィタチーネ。フィタチーネ、ほんと？それが好き、私は。フラットなやつ。あ、美味しいよね。うん、あなたは？いや、私もう何のパスタもでも好き。何でも好き。え、待って、そのパスタの種類の話なの？麺の種類の話なの？何の話？え、パスタのレシピのどれで、ミートボールが好きとかそういう話じゃない？パスタのヌードルの話してるの？え、この間さ、かほちゃんがね、皆さん聞いて、この間かほちゃんがね、なんか、映画のチケットをもう買ってあると。で、かほちゃんがもともと一緒に行くってなってた人が行けんくなったけん、のぞみさん行こうみたいな感じで誘ってくれたじゃない？で、うん、レストランを私が選んでいいよって言うから選ばせてもらったので、そこで食ったパスタめっちゃうまかった。あれじゃん、たらこパスタ、明太パスタ、たらこ、そうだね、明太パスタみたいなやつね。めっちゃうまかったね。ああいうのハワイって食えるからいいよね。メインランドじゃないよ、うん、ああいうもろ日本から来たようなさ、メニュ ー、ね、なんか納豆パスタとかさ、明太子クリーミーパスタとかさ。今度さ、あそこ行こうや。カオコじゃね、買い向けにあるさ、うん、あのドレッシングのレストラン。はいはいはい、あそこ一回も行ったことない。あそこの隣の、あそこのパスタうまいよ。あ、本当に、うん、あそこの隣の、北海道ラーメンっていうところはめっちゃ行くんだけどな。もう誰一人じゃして、日本から来た人絶対行かねえところだ。あそこのさ、冷やし中華絶対食べてしまう。すんげえうまいわけではないわけ。
あ、違うんだ、うん、で、クソまずいわけでもないわけ、まあ、オッケーなんだけど、だ食いたくなっちゃう。それってもうあれじゃん、ほらドライブインとかにあるラーメンなんか食べたくない、無性にみたいな。そうそうそう、それから本当そのレベル、本当に、うん、だから私学校、あそこ自分の美容の学校があったすぐ近くだったから、もうなんか今日のお昼は買うっていう時はもうあそこの中、冷やし中華、毎回あそこの冷やし中華で、うまいんかって言って、本当うまいのとか言って、うん、まあうまい、すんげえうまいわけでもないんだけど好き好きどうしても行っちゃうっていう。サービスエリアの味がすんやろ、どうせうまいんで、深夜食ったサービスエリアの中華麺の味がする。そう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 、なんか中毒性のあるね、安定のね。で、何のパスタが好きなの？その麺じゃなくてさ麺じゃなくてさえ、だから私そういう明太子パスタとか好き。ああ、そういうのがね。あと何、どういうの好き？私はね、あのガーリックとオイルのやつが好き。オリーブオイルがのペペロンチーノ、あとか、あとあの貝殻のやつとかさ、あうまいな、貝殻のやつ、ゴンゴローベみたいなやつ、なんだっけな、ボンボローザー、ボルゴンブルドーザーじゃない、ゴルゴンゾーラ、違う、ゴルゴンゾーラってチーズじゃね、ゴルゴンゾーラじゃね、違うよ、ゴルゴンゾーラだってあのチーズじゃん、ボンゴレ、ボンゴレ赤くね、赤いやつ、トマトソースだよ、ボンゴレは。赤くないよ、違う、ボンゴレは貝だよ。本当？うんうん、うん、じゃないよ、うんじゃ私はそういうのが好き。ああ、わかるかも、貝のやつうまいよね、アサリ系も美味しいよね。アサリ系うまいね、うまいうまい。あ、でもね、私はね、あのイカスミパスタが突然食べたくなる時ありますね。私あれは人生で食べたことありません。嘘、お前サイズ行ったことねえの出たサイズオタクが、サイズオタクがサイズ行ったことねえのお前サイズはあるさ、サイズはあるけど食わないの？それは食ったことない。イカスミとかないよ。なんでよ。ないね。あれは口の中真っ黒になっていいぞやる気が見えていいよな、もうこれを口で真っ黒にしてでも食べようという意思が見えても、そうだよね、うん、恥ずかしいとかそういうの関係ない、そういうことじゃない、食べたいから、そう、うん、味をもうほんと究極じゃないんだって、もう見た目なんて一切気にして、もうそれどころじゃない、イカスミが食べたいんやっていう、もうその意思だけでやってるところがあるからねそうだね、うん、あれはもう本当に賞賛に値すると思うよ。多分それでトライしたことなかったんかな、口黒くなるから。あんま興味なかったね。あれ食べたこと、味わかる？だってイカスミの、わからん、ほら見ろよ。あーもうそれはもうあれだ、なんだや、終える、ボンボンでやることや知らんけど私サイズ行った時何食ってたかな、あのねリゾットが好きだった私は。リゾット、トマトのリゾットみたいなやつ、あーを毎回食べてた私は。あれがうまい。あれ、ね、ミラノ風ドリアじゃなくて、あの、あ違うんだ。それはあんま食べなかった。ミラノ風ドリア、あっせえんだ最近。安いよなあれ。安いから、何？あっさい、もう、もうあっさい。もう2000年の時とかあれ250円とかそんぐらいじゃなかった？もう高校生の。めっちゃ安かったよね。たまり場だからね。ね。うん。うん。でも美味しいよねサイゼってね。サイゼはうまいぞ。私も小エビのカクテルサラダずっと食えんもん、もう。はいはい、食ったことある、食ったことある。うまいよな。なんかさ、ドレッシングあれマヨネーズとケチャップって感じしん？ああ、そういう感じだね。ね。サウザンアイランドみたいなやつじゃない？そう。で、なんかパプリカパウダー入ってないみたいな感じ？あ、そう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 。あれちょっと再現してくれんか、今度。やってみましょうか。うん。いいんじゃないですか？サイゼのドレッシング再現してみたっていう動画作ってください視聴率300となったらどうする？そうそう割と結構いけそうだな、うん、あこれ、え、それ以外ないの？そのコメントは。あ、今のところそう、そんな感じ。そう、じゃあ私はこの 何のパスタが一番好きですかっていう質問が、うん、いや可愛いなって思って小学3年生のなんかそう、かわいいね、うん、たまにコメント書く人でさ、すっごいそういうかわいいこと言う人いるよね、うん、頭の中がまだこうファンタジーな感じな、ね、でもさ、いるじゃん、たまにものすっげえなんか毒吐いてくようなさ、もうなんか私は地獄で生きてますみたいな感じの人いるじゃん、たまにそういうコメントの書き方するやつもいれば、ほんとファンタジーにもうなんかもう住んでるようなさ、かわいいよね、かわいい感じで小学生がこう
プロフィール書いてって言ってきた時プロフィールとか書いてた書いてたよ。こういうプロフィール、ね、友達に渡してね、明日までに帰ってきたみたいなやつでしょ。懐かしいね、うん、あれ良かったよな、可愛かったよね、あれ良かったよな、うん、うわ、私タイルシールとか流行ったもん。タイルシール、あ、プクプクシールとかだよ。そうそう、プクプク。あとさ、爪でさ、こうわーって上を削ってから剥がすやつ、わかる？あったあったよね。うわー、ファンシーショップ行きてー。あのさ、ああいうお店ないよな。ああいうお店いいよな。あれいいよね。なんか日本独特じゃない？すっげーガチャガチャ してるのなんか店の中が、なんか私がバーンとでも手広げたもんなら全部バラ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 って落ちるみたいな感じで、あるある。小物がなんかもうぎゅうぎゅうに、そう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 、もうさ、いろんなところに置かれてるみたいな。髪の毛のクリップとかピンとかペンシルとかなんかカラーペンとかさ、店番 ADHD みたいな状態で、もうね、いろんなものがもういろんなところに一堂に会してるみたいな。もうさ、一気にさ、情報がありすぎちゃってさ、何も見えないみたいな、もうお腹いっぱい、逆に見えないさ、柄にしか見えないみたいな。何も情報が入ってこない。触ったらなんかすごくセンシティブで全部ぶっ壊れそうだし。やいや、あの時代は楽しかった ね、 みかん坊やとかあったわ。何流行ってた小学生の時？タレパンダとか。あ、タレパンダね。タレパンダとか流行ってたんじゃない？タレパンダでもあの時代にしてはさ、ずいぶんシックなさ、絵柄っていうか、こうあれじゃない、白黒だったよね、うん、タレパンダって、ね、そうだね。なんかさ、そのリラックス系、リラックマとかもあったけど、このこうのっぺーとしてさ、あの日本独特のあののっぺーとしたキャラクター、落ち着くみたいな、ちょっと変だけど、うん、なんか愛嬌があって、なんかちょっと心を揺さぶるみたいな感じのさ、ああいうのが出てきた感じ。あそこなんかちょっと変だよ ね、これだけど可愛いみたいな。え、待って、アフロ犬流行ってた？あった気がするな。私アフロ犬のウエストポーチ持ってた。あ、本当？赤いやつ。なんかさ、ハローキティとかさ、あのキキララちゃんとかが昔なったじゃない。あれがちょっと、もうちょっとこうさ、カラーがちょっとビビッドになったりとか、ちょっと新しくなんか新ブランドみたいな感じでさ、こうなんていうのかな、プロデュースされて戻ってきたみたいな感じの時代。あれでしょ、ピンクのキティちゃんサンドルの時代じゃないの、あんた。あ、イエスイエスイエスでしょ。とか、あとほら、あのヒョウ柄とかさ、ヒョウ柄キティちゃんとか。うわ、そうじゃんね。偽物造花のハイビスカスとか家に置いてた時代の人間やろ。あ、そう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 。じゃんね。うん、ココルル。ココル。私は可愛かったけど、ギャルになりたい子たちはもうそれ。ココルルはやばい。夏いわ。え、ムーンなんとかみたいなのなかった？何それ？あ、なんだっけな、ココム、ココルルと、あとムーンなんとかみたいなのがあったね。私わかんないよそれ。本当。うわ、懐かしい。もう夏いね。マルキューとか行ってたのかね、頑張ってね、新潟からみんな。どうなんだろう、その時だって通販とかないっしょ。ない。私はほんとギャルギャル視点買ったから、マルキューとか、まあ多分私の友達たちは多分そういうのがゴールだったんだろうね。あれじゃない、ね、だから高速バスに乗ってマルキュー行ってたのかな。ほんとバカにしてるでしょ。いやー、面白いですね、地元系はね。地元はね、地元はいいですよ。地元はいいよね、落ち着くよね。やっぱさ、その時代なきゃダメじゃない、大人になれないよね。わかるわかる。大人になった時にさ、あー、あったなって思えるのあるのいいよね。それ多分ね、だいぶね、特権よ、リバレッジじゃない。うーん、そういう風に思えるってね。そうだねそうだね。新潟な、米がうめえな。うまかったじゃろ。うまかった、うまかったじゃろ。いや、もうだって昨日の夜食ったじゃん、うん、今日の朝目覚めてすぐ食べて、うん、帰ってきてまたすぐ食べた。本当に？もう3食すげえ食ってんじゃん。めっちゃ美味しかった。だってあれ2合あったもん、全部あげたもんね。あ、それ、なんかさ、ご飯、豆が大きくって美味しかった、すごい盛りってしてて、そう、浸してさ、10時間水に。本当かやったの？まあ、本当はもっと浸したんだけど、24時間ぐらい浸したけど。ほっといて、で、その米もさ、研いだ後1時間放置、あの、ドライにさせないといけない。だからこうさ、やろ、作ろうって思ってさ、こう、あの、思い立った時に作れるもんじゃなかったんで、ちょっと下準備が結構必要だったから。やっぱそういうのするとさ、美味しくなるよね、何でもかんでもさ。わかる。時間かけると、ほんと誰か飯食って本当にマジでさ、時間かけるとうまいね。うん、ほんとそう。うめえうめえって、何も遠く見ながら今
ホノルル市街を見ながら言ってます。うめーって。あー雨降ってんなっちね。雨降ってんな、うん、本当はね。でもこのカオちゃんが作ってくれたこのトマトとバジルとモッツァレラ美味しいでしょ。うん、いいね。こういうシンプルなのさいいよね。最初はもう油揚げちょっと焼いたやつとかね、生姜と醤油みたいなでしょ。はい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 、いいね、いいね。あんた大丈夫、虫かいかいじゃない。ムヒいる、ムヒいらない。なんかめっちゃいや日焼けとさ、で日焼けとさ虫刺されと日焼けとさ、すっごい刺されてんじゃん。あなた虫刺され結構食われる方、ね、私すっごい食べれる方、食べられる方。今食べられてる。でも食べられてないの、私がもらってんだ。その顔だ、多分すんごい壊れてるんじゃない、私より多分めっちゃ壊れてる。いやということで今日は何の話をしていこうかって話なんですが、怖い話だったっけ。いきますか、怖い話する。カホちゃんが、いろいろさ怖いにも種類があるじゃない。お化けの怖いだったりとか、いやあとね事件の怖いだったりとか、あるじゃん。リアリスティックな感じですね。でいろんな恐怖について話してこうよ。何よ、もう今日は恐怖を、ね、深掘りしていくんよ。美しい海を見る。あんまいいあれじゃねえけどな、恐怖について話すって。セラピー？ここ。まあまあまあそうね。みんなオープンに話して、な、うん、舐め合ってこうやってみましょう。恐怖について話す。オッケー。私だって最近さ最近 TikTok のアカウント作ったわけ。何もあげてないよ。本当？何もあげてないんだけど唯一見てるビデオ。持ってない、うん。警察官のボディカメラ。超面白い。し、私さカホちゃんだから分かんないんだよね。こうやって何回もしょっちゅう会って喋って気も合うんだけど、実際のところ彼女が一人でいる時って何してんのかなってすごい不思議に思うんだよ。警察官のボディカメラ見てるんだって。どういう気の土地狂った人たちを相手にやってんのかってずっと見てるの。超面白い。なんだっけなんだっけ、なんかさNEXT 24 HOURS NEXT 48 HOURS だっけ、なんかさ事件が起きてから48時間だっけのうちに犯人見つけないともう結構解決につながるまでちょっともうちょっと可能性が低くなるみたいな、それの TV ショーは昔なんか日本アメリカ来た時とか見てたね。私の同僚がずっとそれずっと仕事中横に流してる。めっちゃ面白いよ。それでそのボディカメラのね、で警察官ってさみんなこうカメラつけてんだよね。そう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 、ユニフォームにね。そうだね、もうあれどういう会話を、ね、そう、うん、その人としてるかっていうの全部。そうね、そうね。あれって何パブリックにしなきゃいけないのかね。あーパブリックで見れるようになってんか。だからどうやってその TikTok のそのアカウントがどっから見つけてきてやってるのかわかんないんだけど、もしかしたらそうかもしれないよ。めっちゃ面白いよ。もうはいはいはい、ノックノックノックみたいな、窓開けてっていうところからもうずっと免許証でもうずっとやりとり。だからさ道運転とかしててさ、うん、うわー警察あいつ捕まってらーみたいな人いいんじゃん。いるいるいる。そういうところにいちいちこうやって止めて、うん、何やってるんですか、何が起きてるんですかって言わないじゃん。言わない。言いたいでしょ。でも言いたいでしょ。何が起きてんだろうって思う。分かる分かる。首長くして見てるね。そう、うん、それをもうここ間近でもう家のベッドの安全地帯から見れるっていう。自分の身をリスクに侵さずに安全なところで見れるっていう。オタクや。そういうと、ね、いいやつですよ。それでいいなと思いながら見てるの。それずっといいコンテンツだこれはって。もう気になっちゃうから。そう見ないとだから、ね、じゃあこれちょっとお前飲酒運転してないかって言って、ワイン一杯ぐらいです、もうなんか目がいっちゃってる、ワイン一杯ぐらいですとか言ってるから、じゃあはい、じゃあ今からやるからなって、まあ、そういうねもうプロセスまで全部覚えちゃったもん。アルコールでまず何だった、まずもうブローすんのその機械で、まずね違うの、まずね目をね、うん、こう指を動かすから、今からちゃんとね警察官の人が見せんの、うん、今から俺がデモンストレーションするからちゃんと見て覚えろよ、はい、まず俺がこの指を
右左に動かすから目かっぴらいてこの指先を見て終えて目かっぴらいてお目見とけこの野郎って言うんだいいですかって準備いいですかって言ってその指をゆっくり動かしてるのを目の前でね、はい、これを目で追うのよこれ右左って、はい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 、で多分その目をその瞳孔の開き方とか、うん、その追い方を見てあーこいつ規定量以上飲んでるなっていうのよ、ね、でその次じゃんその次は、うん、あのこの線の上を歩かされるのうん、でもその前にちゃんと聞くよあの人たちあの体になんか異常はないですかってこう片方に偏っちゃったりとか腰にが痛いとか足が痛いとかあって支障をきたしませんなんか慢性性のものありますそ う, そ, う そ, う そ, うそういうのでもみんな酔っ払ってみたいななんかあなんか3年ぐらい前一周してましたみたいなとか突然始めたりとかで、まあ、その3年前じゃもう大丈夫だねみたいなとか全部確認して歩いてもらうんですまっすぐの線をそうまっすぐの線をカウントしながら行くのよ、はい、一歩ずつ1234って言って10まで行ったらまたそこでキューって U ターンして1,2ってやんなきゃいけないやるじゃんいや、で多分その後にその呼吸なのあーもう最後なんだもうそれがもうできないじゃあもうここまでちょっと全部ペンペンでできてないからもう次最後だけどこのブローしてっていうのそうそうそう、oh, okay. でもねあいつらもう何も言わないではいはいはい手出してって言ってもカシャって止めてもう何も言わんよもうそうなんはいはい分かってるよね君ねはい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 みたいな感じ怖えって思ったアメリカ怖え本当なんかさうちの旦那がこの間言ってさ日本にいる外国人の人たちが例えばさ道にいてでなんか警察が来たとするじゃんでそした時にちょっとさ、交番あっちにあるからついてきてくれるってそこで話聞くからって言ってあそこであんま日本語わからないからひょこひょこついてくと結局いい風にならないんだってもう拘束されちゃうよねそう交番に入っちゃうとそこに何時間かなんかもう拘束できるっていうルールがあるらしくってじゃあもうちょっと君ここに牢屋に入ってるようなものになるんだけど、まあね、2日間ぐらいいることになるからねとかそういうパターンになることがあるんだけどその道にさいた時にちょっとじゃあ話聞きたいから交番に来てって言った時に彼らはノーっていう権利があるらしいの、うんうん、だからそこで知らない外国人だとついてっちゃうから、うん、なんかそれを知ってる人と知らない人ですごく苦労するっていうのをそううちの旦那が言っててさ そ, うだよ、ね、あそれはみんなね知っていた方がいいねって外国人って特にほら都合よくそうやって外国人だからっていうのでこうほらふっかけられることとか多分あるんだよね、うん、不利じゃないこととかだからしかもあれじゃないアメリカの方がさもう警察官に言われたことは従わないと撃たれるみたいな意識あるよ多分ね あるかもしれないねポッケにこう手突っ込む時も いいですかってこうちゃんと確認してやるとか全然違うもんなそうだからそう言ってたよだからもしなんか外国人の、ね、付き合ってる人とかいたら教えてあげて、うん、だそれでいきなり、ね、そうなんかちょっとじゃあ彼女に電話したいからとかその時に全然言っていいんだってあそうなんだこのなあ何翻訳してくれる人必要だから連れてくるまで待ってとかさ、うんうんうん、言えるらしいよ、うん、いい知識だそう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 いやー そんなのね恐怖から離れた話だけどそれでそれもいい恐怖の一部ですよそうですね、はい、そんなを見てるのねあなたは超面白いあなたでアカウント送ってあげんねそれ私好きかな分かんないけどずっと見てるよもうこうやって本当止まんねえ止まんねえいやいろんな人がいんのよねなんかどういう事情なのかさはい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 なんか子供を夜中に連れてすっごいスピード運転してるとかそれ危ないじゃんそうもう警察官めっちゃ怒られるからねそんなことしたらやばいじゃん親としての自覚がないって言われるそうだよね、うん、でもそんぐらい言ってくれんとねいやー本当にまあ分けありならあるよなんか暴力旦那から逃げるためにとかねそういうのだったらいいじゃんでもねそういう人も言うのよなんかちょっと喧嘩して家から出てきたとかねあまあいろいろあるんだろうけどいや面白いよねいやでも私思うけどさほんとさハワイに限らず海外とか、まあ、アメリカとかは特にさ夜外出ていいことないと思うあまあねなんか全然私はさ都会のそういうタウンの方とか運転してるわけでもないけど例えば夜ちょっと運転する機会があった時にほんと8時とか9時とかの夜ねなんかもうさそのぐらいの時間帯になるとさもういろんな車がおかしなドライブの仕方をするわけするものすごくスピードでなんかイエロー黄色から赤になりました赤なりましたっていうとこパーンって行ったりとかなんか
あとあのこう目の前にヒュッて入ってきたりとかさ、くるくるくる、あのウィンカーなしでね路線変えたりとかすごいスピードでとかさ、いいよね。もう夜は運転しない方がいいなって思う、本当に。絶対あいつやばいなっていうの分かるもんね。うん、なんかハイなのか、うん、ドラッグドライバーなのか何かしらあるじゃない。恐ろしい。夜はやめよ。だからマジで怖いよ。夜は本当に出ていいことないわ。トラベルしか、トラボーしかない。本当よね。うん、これ、うん、いやそんな感じですね。そんな感じで私はいつも TikTok 見てるんですけど、そのために TikTok 見て。そう、そのためだけに使ってますね。そうだね、面白いよ。面白い、ね、皆さんもぜひ見てください。英語の勉強がてら。恐怖の話。あとほら、私はオカルトとかが好きだからさ、ハワイのさ、ねえねえねえ、ごめん、オカルトってどういう意味なの？オカルトは怖い話ってこと？いろいろないよ。 UFO とかもオカルトだし。オカルトってどういうこと？あるようでない話みたいな。あるようでないことみたいな。そういう何、神秘的なものじゃない？神秘的なもの、なんか結局あ今起きたのかな、どうだったんだろうねみたいな感じのこと。ああ、まあまあ、それもオカルトの一つ。わからないみたいな。でお化けじゃなくたって、お化けじゃなくても UFO とかさ、うん、あのまあ、ピラミッドだってそうじゃない？七不思議みたいなさ。ああ、とかさ、不思議なものよ。あ、不思議なものをオカルトっていうの。私あのなんかあれがよくちょっと分かんないよ、そのオカルトっていうのがちょっと分かんないから。あ、じゃあちょっと後でリンク送りますわ。っていうかさ、リンク送りますわ。 OK、 ちょっとじゃあ勉強してもらって。ちょっとすいません、お願いしてもらう。お願いしてもらっちゃって、うん、そう、そういうのがオカルトっていうのね。だから私はそのハワイ そのオカルト話をね、まあ、いろいろ聞くじゃない。なんかお化けの噂とか聞かない？ハワイのナイトマーチャーとか聞かん？いや言うよね。ナイトマーチャー聞かん？お化け、いやあのね、トレイル、ハイキング、うん、行った時とか、あ、なんか写真撮るとすごい、映るよねって言うよね。ね、言わない？で、どこにハイキング？その私が行ったのはワイナイの方、ワイナイの方にあるちょっとピルボックスのさあるとこ分かる？あっちの、うん、あハイク行った時とか写真に結構映るって言ってたし、あとやっぱそれハワイのそのほらハワイってすごく神秘に満ちてるじゃない？まあね。だから結構いろんなところにそのお化けが写真に映るっていうのは聞いたことある。ほんと？うん、ローカルの人が言ってた。あら、それは面白いわ。うん、うん。あとほらなんだっけ、そのピルボックスのところはさ、戦争のほら戦争のために作ったじゃんね、ピルボックスって。あ、そうだから、それ関係とかかな、わかんないけど、うん、一番有名なのはあのナイトマーチャーの話知ってる？何それ、わかんない。あのパリハイウェイの方に、あ、それナイトマーチャーかな、ちょっと私はミックスアップしてるかもしれない。まあナイトマーチャーって要はさ、うん、そのハワイアンの昔の人が、はい、のなんかこう何、行進みたいなのが見えるみたいな、更新したりこう歩くマーチングのマーチをね、うん、を見たらあの目をそらさないといけないっていう、目をずっと見ちゃってるとなんか目が合うと魂が抜かれるとかで、はあ、でたまにだからさ、昔私も友達がさ、いや俺この前山見てたら山のところにこう何この灯籠っていうのこう手に持ってさ火をつけたこう、はい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 、トーチみたいなやつの列が見えた、あれは絶対ナイトマーチャーだとか。ああ、そういう感じか、うん、とかね、うん、だからそういう昔のなんかハワイアンのさあれとか、あと、うん、何あったかな、あとなんか有名なところだと、うん、あ、なんかそのパリハイウェイのさ、この何よ、展望エリアみたいなとこがあるのよ。ハイウェイ、パリハイウェイの途中にすごい景色がよく見えるとこがあるんだけど、はははまあ、そこは要昔 そのカメハメハ大王と なんかこう戦争があった時に人がそこからめっちゃ落ちたと、はいはいはい、そうだからなんかそこはすごい有名な心霊スポットだよ。いまだになんか骨が見つかったりするらしいんだよね。あ、本当、うん、とかね、そういう話はいろいろありますよ。おー、怖いね。でもさ、そうそう、怖いんだけど、なんとなくほら、私が多分ハワイで育ってないっていうのもあってさ、こう日本のホラーのこう湿っぽい、うわ気持ち悪いって感じではないじゃん、ちょっとね。
なんかこうすっきりした感じ、歩いていますみたいなのも分かんないよ。分かんないけど、なんかそういう感じがするじゃん。こうジメッとした感じがあんまりしないよね。あ、潔さみたいなの若干感じるじゃない。分かんないけど。だからそんなに私は恐怖は感じないかなって思う。私ハワイに住んでて、なんかうわちょっと今この雰囲気良くないぞみたいなのあんまりないかな。ある？経験したことある？いや私そこパッカー開いてないからね。なんか霊感みたいなもねえし、まあまあ、私ももちろんないよ。なんかもう怖い話とかもホラームービーとかも見ないしさ。でもなんかうわちょっとここは雰囲気がやばいぞみたいな、ないの？ないね。ないんか。でも多分さ山の方行くとあるよね、いっぱい。ああ、うん、あるよね。てかさ、あの山さ、私さ、OK、この、カネオヘとかさ、カイムキの方に行く途中のハイウェイあるじゃない？あれ何ハイウェイっていうの？カネオヘとカイムキ全然ちげえじゃん、だって。OK、カイム、ノ、カイムキじゃないよ。どこや？カネオヘと。それがパリハイウェイじゃない？いや、そのさ、ハイウェイ行ってる途中にある山々あるでしょ、うん、あれさ、上見るときさ、上見てさ、山のてっぺんとか見てもちょっと雲かかってたりとかして、あれ絶対千人住んでると思わねえ。ね、あそこ絶対いるって、マジで。それ本物の千人、それともこう、いや、本物と本物ので、偽もいる。偽は自分俺千人って言ってるやつらも多分住んでんだけど、あのハワイだから絶対いるさ。だけど本物もいると思う。どういうことやね。だってさ、ここのこのあそこのさ山に仙人が存在しなかったら、じゃあどこに存在すんのっていう話じゃね。これだけこのスピリチュアルでめちゃくちゃこのさ、あのスピリチュアルレベルめっちゃ高いハワイで、あそこに仙人住んでんかったら、その仙人なんて言葉どっから来たの？知らんわ。あの山の奥、のぶただけじゃねえぞ。いる感じがする。いる感じしない？私そんな感じがするわ。本当？ Yes。 じゃあ皆さん、ちょっと観光できた際にぜひ。よー、見てや見てや、山の奥。そっか、あれはいるよ。これまた怖い話と違った。まあいいんじゃない、それもオカルトなんじゃない？あ、それもオカルトとしてくくまれちゃうのね。あとほら、占い師とか結構いいんじゃんね、ハワイってね。いるいるいる。一回ちょっとね、好奇心でやってみたいのあんだけどさ、うん、うん、どうなんだろうなって思うよね。占い師、あと、なんだっけ、あの、見える人ね。あー、いるね、うん、うん、あの、仙人さんとか見える人ね、うん、どうなんだろうね。私こんだけオカルト好きだけど、あの、結構こう、うん、疑いの目でかかる方だからね。そこのさ、その髪切れてる の、 あの違いは何なの？あったら面白いなっていうだけなのよ。わかる？やっぱりほら、結局分かってない部分ってめっちゃあるじゃん、この世界の中で、うん、でそれのこうちょっと端切れみたいのが見えてるとしたら面白いなっていう感じなのね。なるほどね。何笑ってんの？なんか面白いなと思って。笑ってんの？面白いなと思って。なんか100人、ほんと100色じゃない？うん。だからそれが、お化けって私たちが定義してるだけだけど、もしかしたらこう化学反応的なものだったりとか、Yes. Yes. まあ、もしかそれこそその異次元のところからちょっと出てきた人なのかもしれんし、まあそもそも魂が何かって言ったら、なんかもしかしたらその化学で分かってないけど、もしかしたらその化学的なものなのかもしれないけど、わかんないよ。なるほどね。うん、知らんけど面白い。なんかそういう大人なにねつれて、そういうさ、ちょっとさ、ちょっとしたマジック的なところって見えなくなってくるじゃん。子供の頃ってよく見えてたじゃんね。わかる。子供の時ってそう、神秘的なものが結構起きてたじゃん。起きてたらしいな。起きてる子は起きてる。だって例えばそのキャメロンはよくあったね、イマジネーションフレンズと一緒に遊んでたのは。本当？うん。エリさんとフロリーになったらあんま見なかったけど、こう架空のお友達と遊んでるみたいな。小さい時それどういう感じなの？もう完全に誰かちょっと喋ってる感じがする。うん。わお。うん。何回か見たことあると。
それもなんかイマジナリフレンドって言ったけど、もしかしたら本当に何かが見えてたのかもしれないから、ね、本当に見えてるとは何っていう話になって、またどっか行っちゃうんですけど、そうなんですよあとなんかさ、実家のワンちゃん亡くなった時にやたらそのキャメロンが、その時何歳だあの子、3歳とかあったと思うんだけど、ハイチェアにまだ座ってさ、うんうんうん、3歳じゃないね、2歳とか1歳とかこの、うん、まだハイチェアに座ってご飯を食べるような感じのサイズよ。だからベビーだよねまだね、うん、でよやたらこう下に向かって喋ってるわけ。わすごい、下床の方だから、あれワンちゃん来たみたいな、見えてたねとかさ、そういうのは感じたことあるけどね。ほらほらあるじゃん。あれ、それを信じるよ。あ、来たね来たね見たねあったねっていう、面白いね。そういいですね。うん、そういうのは好きよ。なんか愛情が入ってる感じがして好き、私は。あ、じゃあインターステラー好きよ。もう見てください、インターステラー。あ、ほんと？あ、ほんと？映画？それこの前話したやんけ。え、何？あの宇宙の話よ。おお、覚えてる覚えてるよ。OK、じゃあそれ見てあんたに感想言ったら、そうしてくれや。うん、ちょっとじゃあ私の怖い話してあげようか。え、経験があるの？うん、でも怖い話の、それがお化けなのか人なのか分かんないの、未だに。 OKOK、 そのシチュエーションはさ、でもどっちだとしても怖い話、あの明確に言ってや、そのどういうシチュエーションだったかっていうの。 OK、 So So let me tell you あ、でめっちゃ空綺麗やね。え、だからさ、めっちゃあっちピンクだったんだよ ね、 ね、だんだんあそこがこうほら暗くなってきてるんだけど、うん、あっち雨降ってんな。贅沢やね、あんたこんな毎日見れんの。そうやろ、当たり前だし、こんな毎日も見てますからみたいな感じだけど。怖いんだ、毎日閉めてんね。もうそうだね、うるせってなるよな。うん、そう。まあいいや。何、あなたの怖い話は何なの？あのね、Yes。これ私、おじいちゃん家に行った時の話なんだけど。うん。私、いつもおじいちゃん家行く時はさ、まあ大体家族で行くからさ、うん。家族の車なんよ。はい。でも、その時私、友達と、おじいちゃん家のエリアに行ってて、っていうの祭りがあってね。ああ、いいねいいね。祭りに、ね、行こうって友達と行って、うん、で友達と別れて、私その後1日2日ぐらいおじいちゃん家行くわ、どうせ近くだしって言って、うんうん、その後私だけ残っておじいちゃん家行ったの。はい。でおじいちゃん家にその日の夜泊まって、うん、でおじいちゃんいつも2階に、おじいちゃん一人暮らしなので、もうおばあちゃん死んじゃってるから、うん、でまあでっかい、でっかいっていうか、まあ普通の一軒家、うん、でおじいちゃんはいつも2階で夜寝る。で私は1階の畳の部屋で布団敷いて寝るのね、うん、でその時夏でさ、なんかもう怖いじゃん、シチュエーション的に怖いじゃん。じゃあ一人でした、そう一人でした、うん、でその時夏でさ、エアコンないから、うん、まあ私田舎だしさ、そうだね、あの吐き出しのこの窓、そうだね、その畳の部屋のガラガラっていうさ、開けて網戸で、yes。その向こう側に雨戸を閉めてたね、念のためね。はいはい。だから雨戸、網戸、部屋の中。はい。まあでもさ、雨戸が閉まってるけど、まあでも実際この窓ガラスはないから、外側の音はすごい聞こえるわけよ。うん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 、うん。まあ、車が通ろうが何だろうが。うん。で、まあでも一応雨戸閉まってるから、ほら、防犯上はね、大丈夫よ。うん。で、私の寝てるその畳の部屋があって、うん、畳の部屋の隣にリビングルームがある、うん、でその畳の部屋とリビングルームの間はこの襖ね、昔のこう襖で仕切られてる、うん、でその2つの部屋がその庭に面してる感じだね。はい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 、はい、でその庭に面してる方の窓のところは私雨戸を閉めてるわけ。はい、雨戸だから庭、雨戸、網戸、私なのよ。はい、寝てる私ね。はい、じゃん。で夜中に私 2時半とか3時よ、yeah。 なんか分かんないけどパッて目が覚めたの、yeah。 なんかの気配があると思ったら、この自分が頭、私の頭がね、その雨戸側に置いて寝てるわけ、枕が雨戸側ね、うん、そして頭の向こう側からザッザッザッって人が歩いてきてたの、うん、音がしたの、うん、でそれもう猫とか、その猫とかシャ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 みたいな感じじゃ、もう、ね、人なんだ、人の重みのある何かが、うん、外から外から、うん、で昔の田舎の家だからさ、この庭に通じるところが入れるわけよ、こう向こう外側から。そうだね、うん、そうだね。それからその庭からリビングに行く通路のところに私のその畳の部屋があるわけよ。ははで、その外
玄関側からザッザッザッって歩いてきて、そのリビングルームの方に通ってる音なのよ、私の頭の上をね。怖い、うん、うわ誰か入ってきてんじゃん。でもさ、そこってほらよくその近所の人とかがね、うん、おじいちゃんとかにさ、持ってきたぞリンゴみたいな感じで来るから、 あれと思ったけど、でもよく考えて2時半なわけ、いやありえんやろ、近所の人来んやろこの時間と思って。そうだね、やっべえと思って。でも完全に、その時何歳だったの？私も大学生だから20何歳とか。でも私一人じゃん。そうだね、もうめっちゃもうガリレオ並みに頭の中すごい計算、いろんなさ方式でしたわけよ、まず A プラン、私がおじいちゃん起こしに行く、2階にね、でおじいちゃんと一緒にバトル、B 私がチェックしに行く、あと C とりあえず隠れる、もういろんなね、もうそのプランを一瞬もう3秒ぐらいの間に考えたんだけど、でもさ、もういざとなると体って動かんのよね。はい、もうやばいなっていう。怖いね。そう、でさ、そのリビング側のその窓のところ、私鍵閉めたっけなって、もうそもそも分かんなかったわけ。多分閉めたんよ、多分閉めたんだけど、でも頭の上通ってそっちリビングの方行ってるから、リビングの方の窓開けて入ってこれるわけよ。開いてたよね、はい、鍵が、はい。うわ、それが一番やばいと思って。おじいちゃんお菓子に行ったところです。おじいちゃんも80とか近いからさ、そこでバトられても逆に怖いしだと思って上には行かないで、とりあえず部屋の隅っこに行って、あの家の近く、そのおじいちゃんちの家の近くにおばさんが住んでるから、おばさんに電話して、もしもしって言って、おばさんもたまたまその深夜なのに、そのぐらいのレベルでもう完璧なんだ。完璧にいるの？いる。ザッザッザッて、もう完全に音がした。もう誰かが入ってきた。めっちゃ怖い。要はやっばいと思って、もう電話するっていうレベルなんでしょ。電話して、いや本当に申し訳ないんだけど誰か入ってきたっつって、したおばさんも、あ、じゃあもう今から私の旦那そっち送るからっつって、ちょっともうちょっと待ってて、で電話つないだままでいてねって言って電話つないだままでいたんだけど、でもさ、入ってこられたらじゃあどうすんだって話じゃん。向こうがナイフ持ってるかもしれないし、なんか武器持ってるかもしれないし、そう考えた時に多分一番ベストなのは、お互いをお互い見ずに鉢合わせしないこと。だから、まず入ってこさせないために、私がここにいますよっていうのを知らせないといけないなと思ったわけ。誰か人が家の中にいるなっていうのを知らせようと思って、ふすまめっちゃバンバン叩いたの、私一人でしたね、はい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 、ボンボコボンボコ、太鼓プレイヤーのように。で、まあ、結局誰も入ってこなかったよ。で私も自分もさ、確認しに行く勇気なんてないから見てないんだけど、そしたらそんなこんなしてる時に、その旦那さん、おばさんの旦那がさ、車ぶっ飛ばしてきてくれて、大丈夫って。どんぐらいかかったのそれは？多分ね、15分ぐらい。うわー、長えな長えな、それめっちゃ汗。でもさ、もう自分も多分パニックってるし、私がその部屋の角に行ったのもあるし、自分が襖叩いてるのもあって、その足音が去ったのかどうかもいまいち聞き取れてないの。はいはいはい、どうなってんのか分かんないけど、とりあえずおじさん来てくれたなみたいな。でおじさんも心配してくれて、今ちょっと家の周り全部見てくるから、お前はとりあえず鍵閉めて家の中いろっつって、でおじさん全部家の周り見たけど、おじいちゃん寝てる、ずっとおじいちゃんずっと寝てるの、2階でその間何も知らずに。いい、ね、平和や、平和にいいね、そっちの方がいい、そうで何もないっつって、もうその後もずっと寝られないでさ、もう日が明けるまでさ、ずっとこたつていうか、その手横のなんかリビングのテーブルとかに座って、やばかったあれって、ずっとやばかった絶対に人って話をしてたんだけど、よくよく考えたらさ、人じゃない可能性もあるわけよね、知らんけど。 OK、 どう思うの？わかんないのよ。でも一番その時考えてたのは、私おじいちゃん一人暮らしだったし、昔ね、空き巣に入られそうになったことがあるのよ。入られそうになって痕跡がね、ドアのところにあって、ああ、こじ開けてる感じ。 それ以来ちょっとこう何注意して見てたんだけど、うん、もしかしたらね、うちのおじいちゃん田舎の昔の人だからさ、鍵とか閉めんのよ、あんまり閉めない閉めない、あじゃん、うん、だからね、もしかしたらその人常習犯で、もういつものこと、もう週1ぐらい夜中に上で寝てんのも分かってるから、さーって来て、あ、鍵開いてんなって思ったら入って、現金ちょっと抜いたって、どうせおじいちゃんも年だから分かんないよねっていう感じで、もしかしたら毎日来てたかもしれないよねって思ったわけ。それは怖いよね。でさ、ほら、私たちがいつも家族で来てる時は車があるでしょ、
でもその時私一人だから多分向こう側からしたらいつも通りのおじいちゃんが一人の家なわけよ。あーなるほどね。うん、だからもう普通にもしかしたら鍵開いてたら入ってきて封筒から1万2万とか抜いてマジって言ってるかもしんない。そんなことも分かんないね、もう今となっては。あ私多分おじいちゃんも気づいてないし。じゃあもう分かんないで終わってることなの？分かんない。うわーマジ怖え。それだからもしかしたら立ち合わせてるかもしれないし、もしかしたらお化けかもしれないし、分かんないの何にも。でもね、あ一つ言わせてた。そう、それで違うの。一番変だったのはね、私がね、入ってザッザッザッって落としたじゃん。で、あ、落としたって思った後に、田舎の家って外に蛇口があるでしょ、庭に。なんか畑仕事とかあるよ、あるよ。そのね、蛇口をね、そいつがひねったの。そうなの？キュッっていう音がして、ジャーって水、そのさ、何、ステンレスの水の受けなわけよ。こういう分かるシンク。に、キュッって、そのひねった音がして水がジャーって出てる音がしたの。でまたキュッて止めたのよそいつが。だから何だろうなって思って、それがすっごい気持ち悪かったの。私聞いててなんで今水出したって思って、それもまたね、なんかで混乱の一要因だったわけよ。うわ、だからその当時はこう水出して人の反応があるか確かめてんのかなって思ったのよ。うん、いやこれそれでなんかこうザッザッザってなんだってこう確認するようであればそれで逃げられるじゃん。うん、なんか音を出して人がいるか確認してんのかなって思ったんだけど、ちょっとそれも無理あるなって思ったわけ、その後にね。うん、なんだろう、あの水をひねったのは。それがねずっとね謎なんよね。へえ、私があの時探偵になってたらそこら辺はすごくしこうキュキュッと分かるところなんだけど、この今の今の主婦のんちゃんはさっぱり分からんわなんでだろうな、酔っ払いのんちゃんは。酔っ払いのんちゃんは怖いな。でもな、でも怖いよな。怖いよないやー、それはね多分今まで生きてきた中で一番怖かったですね。やばいって。いや、水ひねったのはマジで何だったの？水飲みたかったんかな？いや、なんか例えばよ、期間、なんかさ、ハワイとかだとさ、ホームレスが、なんかちょっとその、はい、自分の敷地に入ってきて、それこそ水飲んでたとか、ね、なんか洗ってたとかさ、そういう話は聞くじゃんか。でもうちのじいちゃん、長野よ。長野ホームレスいないよ。そうだよ、それが不思議よ。しかもなんでその人んちの、敷地内に入る必要があるの？その時間帯にっていうあれだよね。超怖かったよマジで。うわ、そうさ、一番何が怖いって自分が予想できない行動してるのが一番怖くない？水をひねるとかさ。あ、多分さ、そういう状況の時ってさ、一番できるのはまあ電気バッてつけてとかそういう感じじゃない？そのシチュエーションなんでも電気バッてつけて、電気つけちゃえばよかったんやな。バババババってつけてちょっと低い声でそれできたら一番いいよ。でもあの時の私はマジでチキンだったからね。もう震える子犬のようにそりゃそう、私も絶対そうなるって。めっちゃビビった。うん、なんかさ、なんかさ、全然似たりもしないあれだけどさ、うん、今私が住んでる家ね、なんか夜とかさ、うちの家の作りってこうパパパパって下から人が登ってこれるような家の作りではないわけ。もう全部フラットなのね、うん、サイドとかは、うん、そうだから、そのフラットなサイド、1階から2階までも全部フラットなサイドは、はいはい、もう本当にそれこそさ、脚立とか持ってこない限りは登れないような感じよ。あ、外側からね。いや、凸凹、うんうん、があるような表面ではないじゃん、うん、だからそこのさ、あのリビン、あ、ベッドルームに寝てるから、うん、窓開けてさ、まあ、寝てたわけじゃないよ、寝るときは閉めるからね、うん、なんか本当でも夜中12時とか1時とかまだテレビ見てたのね私は、うん、でそしたら外からさ聞こえんのでこうさっていなくなるわけよ。でまたちょっと10分ぐらいするとまた怖いじゃあでうーわーと思ってなんかいるみたいな。で次こんで来た時にパパパパって走ってってその窓でこうってみたらさ、犬野良犬、おっきい犬、やだあのピットブルよね、がうちの庭をさこう投げ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 って感じなわけ。で野良犬じゃないよね。
で、そうそうそう、で1階に行ってさ、あまりにもその子の声が大きいから声じゃねえな、バレてた、息っつうか、そう、うんうん、でけえから、とりあえずその1階に行って、で窓から降ってみたらさ、首輪ついてたの。で、あ、これは誰かの犬だなと思って、でもさ、ピットブルって思った以上にその子すっげえ大きかったわけ。私の半分以上あったの。そんなでかいの？そう。だから、あのね、正直な話さ、開けて、ドア自分、私が開けて、何やってるのこんな夜にって言った時、ガブーなんつって、私多分、あの本当にマジで。ピットブルだしね。そう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 。なんかそのね、ピットブルだからアタックしてくるっていう偏見は別にないんだけど、うん、なんかあのサイズとあの顔のでかさ見た時に、ちょっと怖いと思ったわけ。あの子と力は強いしね、もともとね。そうそうそう、ちょっと怖いなと思って、うんうん、でも、あんまりそんなに あるシチュエーションじゃないし、でもさ、うん、うちの近くとかってしょっちゅうさ、犬ちゃんが飛び出しちゃってるわけ、家の中から。ああ、逃げちゃうの。そう、首輪ついちゃってる子が結構こう、何、花火が怖くって飛び出してったりとか、庭、あのバックヤードで遊んでたとしても飛び出してったりとか、なんか何かしらちょっとこう外にバーンって出てくタイミング、ジャンプして、うんうん、スペース、あの、うん、出ちゃったりとかことがあるから、そういうパターンかなと思って、でとりあえず私ちっちゃかったら多分家の中連れてきてたんだけど、うん、なんかもそういうのしたことあるのね、道で見つけた子家に連れてくるとかしたことあるんだけど、うん、その子だけはちょっと怖いなと思って、旦那にもさ、ちょっとサイズ的にでかすぎるなこいつみたいな、サイズ的にでか、顔めっちゃでかかったの、うん、マジで、だから怖いねって言って、そしたら結局翌日聞いたらさ、隣んちの子だったよね。ああ、逃げちゃったの。ああ、普通にフェンス出ちゃったっていう話。いやだ、 だからまあほらワンちゃんってわかるじゃん、自分ちがどこか。だから結局まあ戻ってたらしいんだけど。あ、本当。どういう風に出たかわかんないけどさ、へーへーしながらぐるぐる回ってた。それ最近怖かったね。怖いわそりゃ。いやー、何周もしてた。しっかりもう犬捕まえといてくれやって思うよね。本当よね、危ないよね、うん、しょっちゅういない、いる、迷子犬多いよね。あえて出してる人もいるね、ほらおしっこ行ってきなみたいなさ、あ、人もいるじゃん。あるけどね、ちょっと頼めてって思うね。怖い怖い怖い。その未だに分からないっていうのは怖いな。そうなんよ。あとさ、うん、そのおじいちゃん、そのおじいちゃんが亡くなった後に、うん、あのうちの実家でも何回かあってさ、私はその場にいないんだけど。何？どういう系？そういう系？私本当にその場に居合わせたかったって思ってんだけどね、ずっとね。うん、まあ、ほら私ももちろんこっちにいるし。うん、で実家のおじいちゃんが亡くなった後の初盆、一番最初のお盆に、うん、お母さんとお父さんは長野に行ってたね、うん、その長野のおじいちゃん家にね、はいはい、で、お兄ちゃんがうちの実家に一人でいる感じ。あは。でもうちのお兄ちゃんもなんか何もう彼のしたいことを勝手にしてるからさ、特にそんな連絡とか頻繁によこしてくるタイプじゃないわけ。あ、ほっといてくれみたいなさ。そうだよね、じゃあ男の子だしね、うん、そうだね。でそしたらその日の夜に、はい、お母さんのところにお兄ちゃんから電話がかかってきて突然、はい、でお母さんがどうしたって言ったら、あのさみたいな、窓開けた2階の窓開けたまま家出てったって聞かれて、お母さんが、うんうん、いや開けてないと思うけどどうしたって言ったら、いやなんか動物なんか走り回ってんだよね2階で。Oh、my God. お兄ちゃん結構さリビングにいて、まあ、パソコンとかコンピューターとかしてるけど、ああ2階でなんか走ってる音がすごいする。やば。うん、最初その窓を開けてちゃってて動物が入っちゃったのかなって思うぐらいの音だったから聞いたんだけど、でも開けてないし、まあ、2階だから犬も猫も入ってこないよねみたいな。どこも窓開いてないし、うん、なんかすっごいドタドタなんかがこう走ってる音がずっとしてて、うん、まあある程度したら止まったんだけどってすっげえ、まあ、確認しに行ってないの。行ってないね、行ってないね、お兄ちゃんも怖いからね、うん、ビデオ撮っとけって思うんだけど。そうだよ、まあ、多分それどころじゃないんだろうね、ビビっちゃったね、うん、なんじゃ、なんで私がいる時さそういうことやってるの。なんかさリアルな感じでね、それが本当に誰かしらが何者かがそこに入り込んで何かをしていたっていう本当にフィジカル的なことなのか、それとも自分たちが疲れ切った上の家族的瞑想の中での瞑想じゃねえや空想の中での出来上がったあれなのか。
いやだからね、それこそ本当にインターステラーの世界よ、そういうコンコンコンってこう何かのメッセージを異次元からこう送ろうとしてるのかもしれないよ。あだしね、うん、そうでだしもそれもそうだし、超面白くない、それかも本当に完璧お化けだからさ、お化けがさ、うん、超面白いでしょ、そういう話止まらない。私でも自分の家族に起きてるのとかいうのはちょっと怖いなって思う ね。私あれよ、うちの母ちゃんがさ、なんかあの人すごい霊感強いからさ、結構取り憑かれたりしてんだけど、うちの母ちゃんが一回言ってたのは、あの人が仕事から帰ってきて、もう私たちその時はもう巣立ってます、大人になって、だからお家にいないよ、うちの母ちゃんが、仕事から帰ってきて自分のお部屋に入った、なんか畳の部屋に入ったら、あのトランプに顔と手と足がもう生えてるやつが、あの畳をあの斜めに更新してたって、何枚ものトランプが。めっちゃファンタジーじゃん。だからさ、ホモさんとかしてるとそういう感覚になるんだろうね。子供と一日中遊んでさ、わかる、くったくたで子供と一日中遊んでさ、子供のレベルに落として会話するじゃないの。そうだね、どうだったの今日、へー可愛かったねみたいな、歩いてたんだそんな感じでしょ、うん、その感じで頭返ってきました、お家したら、あーもう疲れだなーって帰ってきて、ドア開けたらトランプがこうやってドド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 ドってこの畳を斜めに、ファンタジーだし、何枚もがめっちゃ西洋な。それは花札とかだったらわかるよ。花札とかわかるね。ジャパニーズカルチャーのね、トランプ、そうトランプなんだって。で手と足が生えてるんだって。それどこ行っちゃったのそんな。だから斜めになってそれで消えてったんだって。すごない。もうそれはさ、多分さ、うちの母ちゃん、私に言ってないのいっぱいあると思うんだけど、それがすごい有名な代表的なやつ。ちょっといい、あともう一個はなんか長いトンネルがあって、うん、なんか週末、出かけててね、はいはい、でその車の中でその長いトンネルを通る時があって、長いトンネルを出た瞬間にさ、ほらわって明るくなるじゃない、トンネル過ぎると、うん、でその瞬間に魔女が飛んでたって言うんだよ。だめっちゃファンタジーだし、めっちゃ西洋。それが2つ、砂かけババアとかだったら分かるよ。塗り壁とかな、うん、だけど魔女なんだって。魔女がそのほうきにまたいで飛んでたらしい。だからさ、やばくない？そういう話ぐらいしか怖い話はないのよね。面白いよね。もっとあると思う、もっといっぱいあるはずなんだけど、あんまシェアしてくれてない。多分怖いのいっぱいあるはずさ。超聞きたいわ。いやだってこの前私そのなんかこういう話したいねって話した時の YouTube のコメントに、うちの実家は座敷わらしがいます。超深掘りしたい。何座敷わらし、座敷わらし知らんの？座敷わらしっては住んでるやつ、住んでるやつだよな。そう、子供の子供のお化けよ。でもあの 悪いことしないっていうか、見えると 幸福幸運になるとか、どうする、泊まっていいよって言われたら泊まる。だってさ、何それって結局さ、自分が例えば3人家族だとして家に住んでて、もう1人いるみたいな感じなわけでしょ。なんかね、だから子供のおもちゃとかが好きみたいで、やっぱ子供だから、こうなんかおもちゃ揺すってみたりとか、音が鳴ったりとか。怖い。どうせでもそれで幸せになるんで、ちょっと幸運になったりするんだよ。考え方を変えてみるとね、その人がいいよ、のぞみさん来ていいよ、うち泊まっていいよって言ったらどうする？泊まる？止まる。ちょっと見てみたい気は。幸せでしょ、いいかも、うん、おしっこ漏れるけどな。超ビビんだろうね。でもなんか私もそういうホラー系とかは家のその自分のね安全地帯で見てるから楽しいのよ。そうだよそうだよ。実際それ目の前で起きたら多分めっちゃビビるよ。そういうとこ行く人いるじゃない。あ、心霊スポットとかとかさ、うん、もう自分が好きで、うんうんうん、どんな感じなんだろうね。もうそれは自分の身をそこに持ってってるじゃんか。もう体感したいんかな。あ、もう 見たいんかな。なんかアドレナリンだよねそれも。あ、そうだね。そこを ね、そうだよね、うん、そういう感じだよね。肩ポンポン、いけます。ちょっとミス
ちょっとしたミスが仕事で多くなった気がして自分で落ち込んでるので肩ポンポンしてもらいたいです。私の仕事はウェブ関係の仕事がメインですが、たまに印刷関係の仕事をすることがあり、ウェブ上のものはすぐ修正をすればいいですが、印刷系のものは作り直しになるので気をつけてるつもりですが、見直しても気づかず何度も指摘があるために気分が落ち込みます、気をつけなくてはと思えば思うほど空回りをする気がして、子供がぐずぐずしたりして焦っていることも事実ですが、それは言い訳にならないので、お二人はミスなどした時にどう気持ちを切り替えますか。仕事は好きなので楽しいのですが、毎日子供のご飯を子供のご飯の時間など時間に追われバタバタとしている毎日です。寝ている時間にやりたいことが多すぎて、寝ている間もわたわたとしています、デイケアなども考えていますが、トイレトレーニングや料金が高く何のために働いているかとなるので悩みどころです。わかる。私ものぞみさんのようにパワフルで仕事もバリバリこなせるように頑張りたいです。 YouTube でもいいので、ぜひスリープトレーニングの経過やトイレトレーニングのことなども聞きたいです。次の配信も楽しみにしています。これからも頑張ってくださいということで、フクロウの絵文字さんです。名前がないのでフクロウの絵文字さんです。なんか覚えてるぞ、フクロウの絵文字。うん、何フクロウの絵文字さん、何回か来てんか。インスタグラムだったかな、 YouTube だったかな、なんかすごい見覚えがあるぞ。本当フクロウの絵文字よ。あれなのかね、なんか多分お家でお仕事してるパターンじゃないかもね。そうだね、そんな感じするね、うん、でそのお子さんが小さくってトイレトレーニングとかっていうか、多分2歳とか3歳とかそんぐらいな、そうだね、その子を見ながら仕事もしてるんだろうね。大変やの、忙しいべ。いや印刷関係はマジでね、作り私もこれ一回やったことあるんだよ、前、エージェンシーで働いてた時に、印刷したなんかニュースペーパーか何かだったかな、なんかねタイプを見つかって全部印刷し直しになったことあります。マジで。でもさ、ごめん、そういう仕事ってさ、多分さ3つぐらいフィルターがあってさ、自分作る、その後誰か確認する、その後誰か確認する、でその後また誰か確認する、はい、オッケー行きましょうみたいな、もうその一番最後確認した人が全責任。一番最後か、まあ、でもそれまでに確認した人全員だと思うよ私は。でしょ、ってならんじゃないの、絶対1人だけで自分だけで確認してってことはないから、いやお前だって確認していいっつったやんって思うことにしてる私はいつも。えそれでさ、その確認が何個かあって、でもまだ印刷した時にあーっていうのがあるんだ。そう、印刷した後に出てきた、多分クライアントが気づくのか分かんないけど、一回出てきたことがあって、なんかめっちゃ言われたけど、いやお前も見たろみたいな、そのための確認じゃんね。そうなの、なんかさ、まあそうね、3、4人でまあ確認さこうしてって、してって結局 OK ってなったってことは、その3、4人に責任があるわけじゃない、私だけじゃなくない。もちろん、ね、もちろんもちろん、それを防ぐための確認だからね。そうなの、うん、だからなんで私にそんなに言ってきてんだこの人はって、トークを見ながらずっと叱られてた。会社を変えましょう。そう思わない、なんか最終的にさ、それが何回も例えば起こってしまうんであれば、間違ってんだよね何かがね。そうなんだと思うよ、だって自分では気をつけようと思ってんのも、ね、なんかのプロセスのやり方が多分合ってないのよ。そうだから もしかしたら自分のその何あの欠けてるところもあったかもしれないけど、でもそれがちゃんとサポートできてるチームの中で仕事している感じではないよね。あのさ、自分のそのさあのスキルを発揮できる環境ってめっちゃ大事じゃない。で 見分けるのも大変だしさ、たまにほらそれって気づいていくものだったりするじゃん、時間をかけて、ね、だしそれがこう自分がポンと入った時にすごいパーフェクトなサポートチームがあって、自分があって自分がもっと生きていけるとかいうパターンもあるけどさ、なんかさ、その環境によってさ、いやなんか多分、まあ、いろいろさ合う合わないはもちろんあるから、まあ、それが正しい正しくないって別として ね、 そうね、なんかさあこの環境なんかやりづらいなとかさ、なんかめっちゃミスしちゃうなっていうのは多分、自分がどっかでストレス感じてて、そうだよ、なんかプレッシャー感じてたりとか、あなんか上司の言い方すっげえ怖かった嫌だなって思いながら仕事してたりするとミスが多くなったりとかさ、そうだね、多分そういうサイクルみたいなのって絶対あるのよ。ある負のサイクルってすごいある、わかる、ね、そうなんだと思う。絶対なんか自分のせいってまあ、結果として、ね、自分のせい出てくるかもしれないけど、多分それまでの、ね、その人たちも、ちゃんと確認したとか、いやおめえ通したべこの野郎、おめえ通ったろみたいなね。本当そうよ、本当にそんなさ、
言われても、しかも人間だしさ、なんだっけ、質問でさ、そのミス、自分がミスした時とか、うん、どういう風に、ね、うん、やってますかって言ってたよね、うん、ちょっと見せて、はいよ。いや、あのね、私だったらこの、私の場合はこの、この子供が、あのね、私ね、子供が自分がいてる、隣にいる状態で同時に何かをするっていうのすごい苦手なのね、うん、あ、できる人いるじゃんか、もういるね、しっかり線引いてさ、マミ今忙しいからあっちで遊んでなさい、私これやらないといけないからねって言って、それで聞ける子供もいるんだけど、うん、それでもほら、ノーノーノー、かまってかまってって言う子供もいるし、自分の方が優先だって、そう、邪魔してくる子もいるしさ、私はもうそのストレスが絶対に耐えられないから、子供と一緒に何々、この例えば自分がやらなきゃいけないこと同時進行するみたいな、あんまり得意ではないんだよね、うん、そう、だから例えば子供が、子供といる時に YouTube とか編集するのも、もう夜中だよね、やるのは夜中に、もう1時間2時間3時間ぐらいかけてバババってやっちゃう感じの方が、効率もいいから、子供が隣にいる時にやるともう気持ちいるし、イライラもするし、うん、やらなきゃっていうストレスと子供見なきゃっていうのと、なんかいろいろ重なって、あんまりいい質がでにならないからさ、だからもう本当にそこ割り切るようにやってるんだけど、そんなね、パワフルで仕事もバリバリこなしてるように見えるか、そうでもないっすよ、マジでマジで本当に、なんか本当に不思議、その YouTube とか Instagram で見せてるものってそういう風に見えるんだよね、自分がそういうつもりで見せてるつもりもないんだけどさ、見える方はそういう風に見えちゃうんだよね、うん、だからパーフェクトにこなしてるって言われるんだけど、全然そんなことないないっていうことですよ、いうことですよ。そうよ、デイケアなども考えてますが、トレーニングや料金が高く何のために働いてるのか、そう、だから私は週末働いてんのよ、そうだよね、うん、だから週末働いてる、だって結局そうだよ、デイケアとかトレーニングしてないね、まだダイパー履いてるっていう感じだと料金高くなるんだよね。あ、そうなんだ。そう、あなたの子供がトイレトレーニングでもう完璧に自分でおトイレに行っておしっこができます、うんちができますっていうんだったら値段はちょっとさ安くなるんだけど、まだダイパー履いてるね、私たちがお尻拭かなきゃだねとかってなると値段高いんて。へー、そう、新生児と同じような感じだよね。その分やっぱ手間がかかるからじゃない。そうよね。ミスした時にどういう気持ちを切り替えていますか、だ切り替えていますか、だって私ミスした時どうしてるよ、切り替え、まあ自分がさ、自分が納得いった、自分がやっちまったなって思った時はすいませんって言って、そうだよね、自分自信持ってやったけど間違ってたならごめんなさいだよね、うん、でももう引きずってても仕方ないから、まあどうしたら直せる、将来これが起きないで済むかなと考えるけど、うん、でもさ考えたところでさ、いやまあ言ってもしょうがなく起きるものってあるじゃんね、そういうさ見逃し、いくらケース、いくらそうプルーフを重ねてったのにもかかわらず、あるある、タイプが出てしまったとかっていうのはもうね、それね数をこなしてね、それあるんですよ、1には。ある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 。じゃね。ある。ヒューマンエラーですからね。そうだね、うん。もう割り切ります。あ、仕方ないさせってやるしかない。仕方ないです。本当にごめんなさいみたいな。気持ち切り替える。もうごめんなさいだよね。起きないように努力はします。うん、今後。なんかさ、やっぱさ、そういうの扱いたくないから私も個人な感じがする、個人経営で常にいたいなっていう感じのタイプ、ね、私はでもそれもそれでどうなんだろうね、まあいいんじゃない、それもそれも生き方でしょ、一人走りよ、だから私が取りたいお客さんは取る、取れそうにないちょっと、ああこれちょっと複雑そうだな、髪の毛とか例えばこういうちょっとやってみたいっつって、あー私のキャパ超えてるな、ごめんなさいできないです、でもそれ素直でいいじゃんね、うん、そういう仕事の方がどうなんだろうね、自分の技術は、まあ、自分のカンフタボーな、なんて言ったらいいのかな、難しすぎるところまでは手は出さない、うん、
でも技術仕事ってさ、そうでやっていかないとさ、もう本当に迷子になっちゃうよね。何でもかんでもやっちゃうと、だからやっぱり自分のいい上手な得意なところで引っ張っていくのが一番いいと思うから、うん、だから日本の美容師さんすごいと思う。パーマもできて、カラーもできて、カットもできて、バーバーもやるしみたいなさ、そう、いっぱいいるけど、すごいと思う。アメリカは結構そういうのないからね。もうカラー一本、髪の毛私切れませんってはっきり言っちゃう。あ、いるよね、いるよね。私髪はカラー専門切らないから、そう、うん、カラーだけだからねっていう人とかもいるし、確かに確かに。バーバーだけとか、染めないよ、カットもしないよ、バーバーだけ。バーバーも、うん、バリカン使うやつだね。 あとハサミっていうだけだからねっていう人もいるしね。確かに、うん、そうね。のっていうことが大事ってやつや。そうやね。そうなんか、まとめるとそうなんか、そうそうなんやろ今困った顔してたけどさ、いきなりそっから目がチカチカしちゃってみたいなそっから来た、そのアングルできたみたいな感じだけどね。まあね、うん、仕方ないよ。ミスはあるんですよ。そうよ、ミスはあります。だってそれ別にレイジーになっててミスを犯したわけじゃないでしょ。そう、間違いなくそれじゃないじゃん。それじゃない。自分がもういいや、これでいいやっていう感じの責任感でやったわけでは絶対にないじゃん、うん、でも仕方ないよ、それ頑張ったの結果。ヒューマンエラーです、誰でも起きますYes。 数こなしてるあんのよ、多分何パーセントは絶対あるある、絶対ですよね、うん、そういうもんなんですよ、うん。でもそのあれだね、私はそのさ、お子さんのいる状況の下でアンダーストレスの下でそういう仕事できないタイプだから、あ、まあ、それがちょっと抜けた時にどういうお仕事ができるかっていうのを自分でちょっと見てみるといいかもしれないよね。そうだね。でしたらそっちの方が質がいい仕事するんであればそっちにスイッチした方がいいかもしれない。もうでもバッと諦めて、私もそういうタイプだから、もう、うん、子供がいる時は仕事できませんっていう感じだからさ、ね、決めちゃうの。そう、もうそうやって決めちゃってるからもう大きくなるまで待つしかない、うんうん、って思ってる。そうね、うん、なんとか頑張ってや、フクロウさん。かなってポンポンだでや、ほんとに。みんな頑張るしかないよね。最終的には働きながらじゃん最終的には働かながらじゃん、ほんとに。 やな、大変ですね。頑張っていきましょう。頑張りましょうや。ということで、はい、本日の肩ポンポンでございました。皆さん聞こえてるか、こちらの声がちょっと不安、波がちょっとうるさいかもしれないけど、ちょっと不安、そんな感じもちょっと、おーリラックスって聞いてくれたらいいなと思ってたけど、うるさすぎたらすいません、ちょっと不安かほちゃん編集でどうにかしてよ、頑張るよということで、はい、本日はこんな感じですか。はい、お願いします。それでは Spotify、 はい、 Apple Music、 Google、 yes、 Amazon、 yes、 YouTubeSpotify、 言ったよ。ああ、5個だよね。 Yes、 6個だった。 OK、 Spotify、 Google Podcast、 Amazon Podcast、 Anchor、 Apple、 Apple。 じゃあだからそう、 Anchor と Spotify が一緒なんよね。あ、じゃあ今それって計算してんの。そうで、 YouTube だと5やろ。いや、 OK、 OK ということです。はい、で Spotify の方にもコメントを残せるので、まあ、YouTube でもいいんですけど。そうね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カタポンポンの方もよろしくお願いします。本当にそうです。E メールアドレス教えてください。よなよだネイバーズクラブ .gmail.com でございます。ポンポン、ネイバーズクラブのネイバーがまたスペルしづらいね。そうね、ネイグボーズでやらないといけないからね。そうね、そうね、しっかり間違えずに。間違って送った人いるんじゃないの。そう、10件ぐらい届いてないんじゃないの私たちにうわ、それあるかもしれない。スペルもちゃんとしっかり確認してや。ネイバーで BOR でやってるかもしれない。ネイバーあるかもしれない、うん、まあ不安だったら DM でもいいね。あ、そうだね、かほちゃんが私の DM に送ってくれるといいかもしれないね、はい、いい不安だったら、うん、ということで、ね、それではよろしくお願いします。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。はい、せーの、おやすみなさい。おやすみなさい。